はい、どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。城の中に潜入してみたら早速ダリスに出会いました。そっから続きです。行きましょう。待ち伏せだと。待ってたんだね。国を出ろと警告したはずだ。うん、なぜここへ来た。いやお前に聞くことがあるからだ。そうだ。しかもウッドロー・ケルビンと行動を共にしているとはな。はっきり、そっか、それ初めて見たのか。かくなる上は答えは一つだ。ダリス、やめろ、ダリスさん、うん、マリーさんはあなたのことを思い出したんだぞ。そうだよ。もはや聞く耳は持たん。覚悟。ちょっと、マジか。ダリス強そう。痛い。早速ピヨってるし。うわあ、痛い。ちょっとやめていただけませんか。すいません、ちょっと今から攻撃。痛い。攻撃近寄れないな、この野郎。痛い。至近距離結構むずいぞこれ。やばい。おっ、マリーやる。マリーがめちゃくちゃ攻撃してる。大丈夫、そんな攻撃して。回復ありがたいね。どうしようか。これどうやって近づいた方が、後ろに回った方が早いな、これ。ああ、今のうちにやるんだ。このいいよいいよ、かなり大きな。痛い。よしよしよし、いいよ。左右でね、こうやって、ちょ、気をつけて。よーし、いいダメージ入ってるぞ。よーし、いった。おお、来た。おお、夫相手にこういう必殺技。おお、どんどん出る。やべえ。ちょっと待って、そんな必殺技連チャンだったら俺まだゲージ溜まってないよ。危ない。痛いですよ、ちょっと。あれ、またちょっと、あとちょっと、多分。あ、でもまだ半分しかダメージ当てていないんだ。体験による剣術は正統派なものだが、消しの加護がダッシュ中、攻撃中にはのけぞらせることができない。なるほど。しかもダメージ、攻撃、レベル39って強くないですか。僕らまだ30ですよ、本当に。あと少しでやっつけちゃいましょう、急いで。いやー、いて。あー、技は使わない、このまま戦う。うわー。うい、魔人剣。いいぞいいぞ、相手今ちょっとテンションダウンしてるからチャンス。痛い。あー、マリーをこんな切っちゃっていいのか。あんた妻だろ。よーし、頑張れ。えい、ふい、いやー、痛い。爆炎剣。いいぞいいぞいいぞ、よしよし、はめてる。チャンス。痛いよ。まあこういうダメージがなくなって痛い時のファーストエイドですから。痛い。ちょっとやばいか、助けに行こう。うぅぅぅ、痛い。ちょっと待った、痛い。うるや、これこの野郎。いやー、よしよし、いいよいいよ。アイスニードル、いいよ。遠距離からの攻撃が多分効くはず。あー、飛炎連脚が当たんねえな、意外と。近くによ、近、よし、いった、オッケー。お、いいね、飛炎連脚ダメージでかいよこれ。よし、いけ。あー、近づいちゃえばこっちのも。いい回復が来た、このタイミングで。最高じゃないですか。痛い。ちょっと待って、でも結構苦戦してる、今までで一番。やばい。よし、あとちょっと、頑張れ。よし、やった。うわ、最後、とどめはマリーがやったんだ。それがまた悲しいな、ちょっと。倒しましたが。なぜ私たちが刃を交えなければならない。そうだよ。マリー、お前の美しさは、うん、2年経っても変わらないな。ああ。バカ。何があったの一体。あなたはグレバムが何をやっているか知ってるんですか。ああ。知ってるんだ。ならどうして。スタン、あんたが興奮しないの。ああ。マリーに話をさせてあげなさい。そこは空気読もうぜってやつだね。すみません。ああ。ダリス。何があったのこれ一体。詳しいことを教えてくれたまえ。私はファンダリアを新たな方向へと導きたかった。ほうほう。一人の王が全てを握るのではなく、国民全員が政治に参加できる国に。なるほど、地方分権みたいな感じか。簡単に言うと。そういうわけでもないか。お前はいつも私に熱く語っていたな。ほう。この国を真に発展させるためには人々の権利と意識の向上が必要だと。なるほど。考え方自体は間違っておらん。むしろとても進歩的じゃ。いいもんだね。かつての私はことを急ぎすぎた。ほう。理想の実現で頭がいっぱいになり、権利を主張するだけだったのだ。なるほど。イザークを説得できるはずもない。彼にも
多くの背負っているものがある。うん。2年前の私はそこまで考えが及ばなかった。ちゃんと理性的な人なんだな。動乱を引き起こしたわけか。なるほど。すべては私の至らなさが原因だ。うわ、巻き込んですまなかった。悲しすぎるだろう。水臭いことを言うな。うん。私はお前といられればそれでいい。うわ、いいこと言う。マリーを逃がした後、ああ私は捕らえられ獄に繋がれた。ああ、そうだったんだ。その後の2年という歳月は、うん、私の考えを変えるのに十分だった。ほう。武力による闘争は何も生み出しはしない。まあ確かに。グレバブによって解放された時、え、私は初め今度こそと思った。なるほど。今度こそ正しいやり方で己の理想を実現しようと。国のためを思ったんだね。でも現実は甘くなかったというわけじゃな。はあ。グレバムのやり方は間違っている。うん。このままではファンダリアは。なるほど。本当は嫌だったんだ。この国を出るよう言ったんですね。はあ。そこまで分かっていながらなんでグレバムに手を貸すんですか。私が解放された時、グレバムはすでに、うん、私の同志と行動を共にしていた。なるほど。下手にだから造反したら長く続くとは思えない。ああ。いつか反乱は鎮圧されるだろう。ほう。その時は誰かが責任を取ることになる。そういうことか。うわ、それは私以外考えられない。うわ、反乱に参加した人に罪が及ばないようご自分を犠牲にするおつもりですか。なるほど。そんな、だからわざと悪役に徹してたわけだ。そんなのあんまりじゃないですか。うわ、これも国を思ってってわけか。マリーさんの気持ちも考えてあげてください。ああ、せっかく記憶を取り戻して、うん、あなたに会いに来たのに。マジか、そんな悲しいことがあったの。ウッドローさん、何を。どうすんだ。あんた、まさかダリスを。え、ちょっと、どうせウッドロー。マリーさん、そこをどきたまえ。え、どうすんの。うん、立つんだ、ダリス・ヴィンセント。うん、どうすんの。覚悟はできている。どのような報いも受けるつもりだ。まあ父親の仇だからな。よかろう。ウッドローにとっては。ウッドローやめてくれ。え、どうすんの。おお。いつまでもここにいてはいけない。ああ、急いで城から落ち延びるがいい。何。え、まずは傷を癒せ。そして後日改めて私を訪ねてくるがいい。うん。どういうつもりだ。私は君との対話を拒まない。うわ、父とは違うやり方を取る。なるほど。存分に戦おうではないか。うん。この国の歩む道を決めるために。うわ、やりもなく言葉を交えることでな。ある意味ウッドロー答えを見つけたのかな。少し剣王と言われたイザークの息子は、うん、父を超える傑物だったか。うわ、私の負けだ。まあそれは武力なんて行使しない方がいいもんな。ダリス、うわ、もう離れないぞ。二度と離れるものか。そうだな。本心からグレバムについていたわけじゃなかったのね。うん。反乱軍を取り込むために名前を利用されたと考えるべきね。なるほど。なんて狡猾な。グレバム、絶対に許さない。そうだね。みんな、頼みがある。何。私はダリスと一緒に行きたい。ほう。マリ、あんた、つまり。すまない、こんなところで。だが私は戦士としてでなく、うわ、なるほど。ダリスの妻でありたいのだ。つまりここでマリーは脱落するわけだな。脱落って言い方あれだけど、パーティーから離れると。そうね。うん。それだけのろけられちゃダメっていうのも野暮ってもんだ。まあまあまあ、確かにな。幸せを祈っております。うわぁ、いいんですか坊ちゃん。うん、彼女は確か罪人だった。あ、そういえばそうだ、最初。うん。適当に報告しておく。負傷したので置いてきたとかな。うん、ありがとう。うわぁ、私は幸せ者だ。悲しい別れだけど幸せになってほしいね。ウッドロー、うん、ダリ
スの命を助けてくれてありがとう、うん、感謝する。これでよかったのかな。礼を言うべきは私の方かもしれん。おおかげで覚悟も固まった。あ、本当？覚悟って王に王座に作って責任を自覚し全てを担う覚悟だよ。うおー、そのためにもまずグレバムを倒さなければな。まあまずはそうだな、確かに。行きましょう。そうですね、みんなどうか無事で。うん、勝利を信じている。マリー、できればその装備しているものを返してくれないか。あー、持ってっちゃったあー、結構強い指輪とかあったんだけどな。じゃあ決戦は時計塔へということで。うん、グレバムを倒し己の責任を果たす。そうだね、グレバム、今度という今度は絶対逃がさないからな。うむ、グレバムがいるのはハイデルベルグ城の時計塔だ。ほう、というわけでじゃあ行きましょうか。マジだ、時計塔へ行くまで、カットしていきたいと思います。行きましょう。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。追い詰めました。行きましょう、テイルズオブデスニー。貴様らまさかここまで来るとはな。うん、それ神の目だろそれ。これはウッドローデンか。おお、先日無様に逃げ延びたと思うじゃ。うわ、ムカつく。かように早くまたお会いできると。この野郎、そんな低俗な挑発に揺れるほど、うん、未熟な心は持ち合わせておらん。余裕だね。いや、お互いに。王家の名にかけて今こそ全ての決着をつける。そうだね。お、うん、ならばこの剣で貴様ら全員返り討ちにしてくれよ、イクティヌス。いや、イクティヌス、あ、こいつ、そうか。みんな俺に構うな、さっさとグレバムを倒せ。え、さらに貴様らにはとっておきの褒美をくれてやる。やばい、なんか神の目の力。ああ、今こそ見よ。止めろ。何、神の目の力って。ちょっと、おーおー、色がだってやばいもんね。最初こんな色してやっけ。何、お、割り出した。危ない危ない危ない。ああ、え、ちょっとなんかやばいの出た。何、え、こいつとやるっての。うわあ、まあ、先にグレバムをやっつけちゃえば。気をつけてね、後ろの敵。やばい、ゲルカッター痛いよ。いやー、行くぞー、この野郎。でもいいよいい、ダメージ入ってるそれ。よしよしよし、いいよいいよ、1900だ、いいダメージ。よし、いけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ。うおー、ナッパンファイアとか、わ、痛い、あっち。でも大丈夫、今回フィリアがね、回復に努めてくれてるから、回復に努めるってか、今回復要員が2人で結構ね、硬い感じになってるんで、まあいけるんじゃないかなっていう気持ちですね。いきましょう。うわー、くれ、いって、痛い、ちょっと。まあこういう時は古賀破山のね、連チャンが効くから。痛い痛い、そろそろ回復魔法を打ってくれませんか。ファーストエイドでも何でもいいから。いいね、ヒール。よーし、痛い、ちょっと危ないんじゃないこれ。気をつけて、上から来るよ。おーい、あー、ウッドロー殿下がやられる。ちょっと待て、止めろ止めろ、ウッドロー止めろ、ウッドローじゃない、ウッドロー、グレバムを止め。痛い、うい、魔人剣、ちょっとこれ来るんじゃないこれ、必殺技。ちょっと怖いよこれ。あー、いて、ちょっとヒールください。おーし、いいね、回復助かったよ。ファーストエイド、おい、やっぱりこう回復要員がいると助かるね、戦闘は。だから自利、こう自利品っていうか、まあ、自利品って言っちゃあれか。要は、なんていうか、あれですよ。簡単に言うと、逃げた方がいい。これ危ないって。こう、持久戦に持ち込めばいいわけだから。で、別に泥試合じゃないからね。しかし、こうやって見ると結構いって。体力も上がったね。もう2000いってるんだぜ。痛い。スタン頑張れ。あー、痛い。この後ろのこれ竜どうにかできねえかこれ。うん、ってきた、いけ。おお、裂傷走破陣、いいね、かっこいい。いや、頑張れ、あとちょっとなんだ。うい、燃やせ、痛い。ちなみにあとどれぐらい、あ、結構でもまあ、うん、ちょっと見てみましょうか。はい、剣術に加え飛行術も使いこなす。 HP が少なくなって、あ、少なくなった相手に繰り出される、何？残輪メッシュ、残輪メッシュは恐怖の一言の次。オッケー。ということは、まあ、なんだろう。
ライフを少なくしなきゃいいんだよね。その逆をついて、ああ少なくなったらもう回復してくれりたい。ファーストエイドとかで回復してくれるから結構助かるんですよね。これがまた痛いよ。ちょっと痛い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 んじゃないですか。あんまりやるとちょっとやめてくれませんか。間違えた。はい慌てて間違えて変なボタン押しちゃうっていうのがよくありますね。いやーいいね。古賀波山3連チャンでかいよ。いやあとちょっと頑張れ。いや危ない。これやばいんじゃないか。これ相手ちょ身を避けて、おうおう、うわーやばい。あフィリアが死ぬ。おーナイス回復。いいね。痛い。ちょっとやばくないかこれ。フィリア大丈夫か。あーとちょっとなんだ。やばいやばい。回復回復どんどん回、今あーいいね。ファーストエイドよしからの、それだけじゃないよ、はい、ヒールも使って。古賀波山の連チャンで結構1000ダメージとかいいダメージ入るから、いいね。あフィリアやられてる。マジか。ちょっとやばいかもしんない。これどうしよう。アイテム、ユーザーがルーティーの、あ違う、どうしよう、フィリアにしようかな。多分ユーザーフィリア、はい、あ使えない。じゃあルーティーが、どれだ、回復アイ、戦闘不能回、これかライフボトル、これを、フィリアにしよう。オッケー、これを頼むよ。使ってくれ。よーしフィリア生き返った。オッケー、よしやっつけた。自利品です。ギリギリ、イエーイ、レベルかなりアップしますね。おにぎりよかった。えい、この私が許さんぞ。ああこの野郎、手こずらされたけどようやく蹴りがついたわね。いやなんかフラグっぽいな。もう終わりです。ああこれ以上の悪あがきは無駄です。そうだもうやめろ。イクティノスを返してもらうぞ。うい返せ。バカめ、ほら言わんこっちゃない。で私に勝ったと思うな。ちょっと気をつけてね。神の目ある限り、ああ私は無敵だ。だっ、イクティノスがやばくねえかこれ。神の目を使う。え、直接イクティノスに注ぎ込む。どうすんのそれ。コアクリスタルが持たないわ。コアクリスタル、この剣に神の目の力を宿し、え貴様らに直接ぶつけてやろう。やばいんじゃないそれって。止める方法ないのこれ。え、なに、え、どうしたの。お、やった。あ、神の目綺麗になった。こうなることは見えておった。え最後は自滅したか。ほう、神の目の輝きがよかった。綺麗な神の目になったね。また、うん、どうなることかと思ったわ。ああこの剣は、イクティノス、どうした。何、なぜ黙っているのだ。え、返事をせんか。やばくね。ちょっと待って、話したくても話せない状態なのではないかしら。え、ゾーディアンが破損したというのか。マジか。どうすんのそれって。直し方とかある。イクティノス、イクティノス、おい、なんとか最低の機能は保っているようじゃが。でも瀕死ってことだよね。伝達が全くできなくなっているよね。どうすんの。ウッドローを新たなマスターとして選ぶことはできるのか。そっか、新たなマスターが入れば、もしかしたら。この状態では無理じゃろ。ダメか。どうすんの。せっかくグレバムの手から取り戻したのに。うん、直せる見込みはないのか。方法とかなんか。専用の設備が必要になります。今の時代には現存しません。マジか。イクティノス、じゃあどうしようもないってこと。取り戻せただけでもよしとしよう。うん、ソーディアンの職感謝する。いいのこれ。我らは我らの職分を全うしたのに。ああ礼を言われる筋合いはない。まあね。でどうすんのこの神の目は。この神の目、ああものすごい光だったな。とんでもない光だったよ。まるで何も見えそうでしたわ。ああ怖かったです。そうだよ。正直これがレンズの一種だなんて。だから親玉みたいなもんでしょレンズの。こいつ、お曲は奴の思惑通りか。え、さぞ満足だろうな、リオン。なんでリオンが満足なの。思惑だと、誰のだ。うん、なるほどな。え、所詮は貴様も私と同じか。何、ちょっとお前何の話をしている。
ちょっと己が駒に過ぎないことを自覚していない奴は死なわせた。え、グレバムが黒幕じゃないってこと？グレバム、おい、おう、生き絶えたか。マジかよ。神の目の今後の取り扱いだが、うん、セインガルドへ持ち帰る気かね。どうするつもり？それが僕たちの使命だからな。まあ確かにな。グレバムの乗ってきた飛行流で運ぶつもりだ。おい、私も同行するか。神の目のことは、うん、セインガルドだけに任せるわけにもいかないからな。なるほど。スタンさん、どうしたんですか？厳しい顔してますけど。どうしたの？この神の目、今すぐ壊した方がいいんじゃないか。え？なんだと？壊す？こんなものがあるから多くの人が苦しい目に遭うんだ。はあ、なるほど。いっそない方がいいと思う。さあ、気持ちはわかるが、それは無理だ。なんで？なんでだよ。破壊できるくらいなら千年前にもうやっているわ。できなかったんだ。できなかったからこそわざわざ隠しておったのじゃよ。なるほど。そんな、うわ、やってみなくちゃわかるもんか。いや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 、違うかもしれないだろ。私も協力しよう。ああ、ぶっ壊すって。太郎さん、ありがとうございます。まあ壊せればな。存在は国家間の関係に悪影響を及ぼす可能性がある。戦争になっちゃうかもね。私は一国の責任者として、うん、神の目の破壊を遂行しよう。なるほど。実は私もスターさんと同じことを考えていたんです。壊しちゃえばいいってね。いや、アイルツ司教様に怒られるかもしれませんが、うん、これが正しい選択だと思います。なるほど。精一杯助力させていただきますわ。ほう、止めても効かなさそうじゃの。はあ、これだけのできるのか。あ、みんなでも結構賛同してくれるんだね。悪用されても困るしね。うん、ルーティー、分かってくれ。今期か。ああ、もう決めた。うん、何が何でも壊す。どうやって？分かった。そこまで言うならもう止める。リオンはどうする？止めないっていう理由がなんか意味が。お前は僕たちの任務が何だったか忘れたのか。ほう、国王陛下のご命令に逆らうことを僕が許すわけがないだろ。なるほど。リオン、でも、まあリオンとしても難しいわな。お、やるならさっさとやるぞ。おお、リオン、分かってくれた。私もお手伝いします。うん、みんなでぶっ壊そう。よし、ぶっ壊そう。おう、でいいわけ？全然ぶっ壊れなさそうだけどね。ダメだ、傷一つつかない。うん、どれだけ硬いって言うんだ。確かに、やはりダメじゃったか。はあ、もう諦めろ。これ以上やっても無駄だ。くそ、仕方ないよ。壊れないんじゃどうしようもないわ。だったら仕方ないわね。うん、これセインガルドへ運びましょう。とりあえずね。ルーティー、うん、私たちは精一杯やったわ。あとは偉い人が何とかしてくれる。その偉い人がちょっと怪しい感じあるけど大丈夫かな。それは約束。そうか、ウッドローさんがやってくれるなら安心だな。だからもういいじゃない。うん、本来の目的は果たしたんだし。なるほど。そうだな。うん、うん、そうだな。胸を張ってセインガルドへ戻ろう。ほう、ただグレバも残した言葉がどうも気になって仕方がないんだけど大丈夫だろうか。お、飛行流の上ですね。思えばこれが最初の物語の始まり方だったね。というわけで次回行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。